リンゴルフをご視聴の皆さん、ハラミンです。はい、カメラマンの山ちゃんです。兵庫県にあります釣り屋カントリークラブにやってきてます。イエーイ。釣り屋ゴルフのね、社員さんなんですよね。はい、そうなんです。実はそのハラミアカウントっていうのがあって、まあ、すごいちょっと気になってて。はい、ちょっとありがとうございます。であとゲームを恒例のやってるんですけど、15マス60ポイント以上で天ギフをプレゼントしてます。3000円分です。釣り屋ゴルフのレディースがちょっと距離短くなったんで、女性の方に優しくなったんだ。はい、なったので、私も今日は変わってから初めてなので、ちょっと緊張するんですけど頑張っていきます。お願いします。お願いします。ということで、ちょっとミッションゲーム、はい、どうですか調子は。調子は今ボギーと自己紹介パーオン、バンカー、スリーパット、もうボギー取れないですね。もう次パー狙っていかないと。OK です。あ、さっきダブりました。ダブってないですね。はい、なんか欲しいみたいだけどよくわかんないけど打って打ちます。わかりました、打ちます。ちょっとホール紹介してもいいですか。いいよじゃあやっていきます。はい、とパー5、434ヤードになります。はい、でここは右ドッグレッグのホールなので、まあ、1打目は若干傾斜の方向に打っていきたいと思います。じゃあ打っていきます。あ、出てきた可能性ある。可能性、うん、ちょっとダメです。ちょっとドライバー不調になってきました。冬はやるんですか、ゴルフ。冬もちろんやります。やるんだ。なんなら私冬ゴルフの方が好きで。あ、夏は焼けるからとか。あ、もうそれもあるし、私熱中症弱くて。夏が弱いよね。夏弱くて、暑さに本当に弱くて、すぐ熱中症になっちゃうんで。なので、もう冬の方が全然元気ですね。へー、ずっと走り回ってます元気。ちょっとファンペナだったんで、はい、はい、こっから、はい、打っていきたいと思います。まあそこ右に池があるんで、ちょっとフェアウェイ残して次狙いやすいようにまっすぐ打っていきます。大丈夫か、大丈夫か。全然距離ないですね、私の。まあ7番だったんで。このホール知ってる。いや、ここ結構いろんなのに使われてるんですよ。釣り屋さんの YouTube で、ここでレッスンやってたでしょ。ここでレッスン撮ってました。ね、やってたよね。じゃ傾斜やってたでしょ。そうなんですよ、ここすごい難しくて、ここまさにここ。あ、ここ。ここで。もう倒れそうになりながら、こんな傾斜から打ってたんですよ、実は。で、ここが。ちょうど池の、そうそう、これもやってた。そう、その動画でさ、だから池越えみたいなさ、はい、やってたでしょ。あ、やってました。じゃあ、リシャー行っちゃうじゃん。なんですか、レッスンの成果を。違うレッスンの成果を発揮できるんでしょうかこれは狙えないです。これは一回刻みます、さすがに。あー、確かにこれはちょっと無理だね。これさすがにちょっと狙えないわ。無理なんで、全然無理なんでそれこそ本当にこっち側で1打目でもっと距離。これ男子だとさ、はい、狙いたいけど木がさ、いや、これ本当に難しいんですよ。でも打っちゃうよね、これ本当に難しくてじゃあハラミンはとりあえず狙わず、さすがにまああそこの木の、紅葉してる木よりもちょっと右のちっちゃい木の方向に、うん、届くかなちょっと怖くなってきた。頑張れ。おお、いいね。おお、ナイスです。いいところ、はい、いいじゃん、いいじゃん、あそこちょっと行けるんじゃないと思ったけどいや、私もちょっと思ったんですけどちゃんと捕まったね。はい、でも今ダフりました。
あ、そうっすか。ダフりました。ダフりました。分かったよ。はい、ここまでになりました。はい。おめでとうございます。なんかありがとうございます。いや、でも、ちょっとさっきからアイアン開き気味だったので、うん、ちょっとフェース閉じて打ったんですね、うん、ちょっとあの、うん、どうしても池に入れたくないので、うん、安全なところから攻めたいので、うん、そしたら、まあ、いい感じにあそこに落ちたんで、まあ、結果オーライかなっていう感じですね。ワンペナもつけちゃおう。あ、そうや、レアレアレアワンペナ、ね、次がまあこれは狙えますね。お、宣言。あ、狙うんですけど、でもこれ奥につけたらちょっと難しいんで、ちょっと傾斜がグリーンすごいんで下から攻めたいですね。あ、左行っちゃった。お、でも高さが出てるか。距離はいいんですけど、うん、ちょっとまたフェース開いてったら今度は3度はフェース開かなかった、あ、開くじゃない、閉じなかった方が良かったですね。学びました。うん、おー惜しい。おー、オッケーです。やったナイスタッチです。ありがとうございます。ダボダボちょっといいとこ見せなきゃ。ちょっとパー取りたい。さっきさ、本気出すって言ってなかったっけ、この前の動画。言ってました。でもちょっと1打目から1打目からちょっとどうしたものか。ちょっとまあまあまだね、まだいっぱいある。体が温まってないのかもしれないですね。そっか、寒い。アプリ何使ってるんですか。私はアプリはあんま使ってなくて。え、そうなの。はい、あの普通の iPhone のカメラの方が画質がいいんで、最初はあの iPhone のカメラで撮ってね、撮ってからちょっと加工して、うん、ですね。そのアプリは何使ってるんですか。ピンクのアプリなんだけど、メイツ、うーん、なんか初めて聞いた。 MEITU っていう、ちょっと後でお見せするんですけど、うん、でアプリを使ってて、とりあえず撮影していきます。はい、さすがにノーマルだと嫌じゃないですか、いろいろ。まああのさ、みんなが使ってるから差が出ちゃうよね。あ、そうなんですよ。まあでもあんまりその実物と違うのも自分は嫌で、うんうん、なんか会った時にえって思われるのが嫌で。それが嫌で、結構私はノーマルから、まあ、ちょっとずつ加工していく方法をとってます。なるほど。さっきなんかさ、ヒーターとかって言ってたけど、何あったかいの。あの実はこれ、うん、これこのヒーターベストなんですけど、これ裏が保温になってる感じで、うん、実は、うん、ここで今つけてるんですけど、うん、これボタンになってて、うん、こう色変わるのによって温度も変わるんですよ。これが一番暖かくなるボタンで、バッテリーが入ってるやつか。はあはあはあ、ここにバッテリーを仕込んでおいて、そのバッテリーで大体、まあ、プレイ中は全部持つんじゃないかなと思うんですけど、まあ、5時間。え、それどこが暖かくなるんですか。これは、まあ、ポケット暖かいんですか今。あったかいのと、あと首にも入ってます。へ、結構なんかシート状で入ってるみたいで、全体があったかい。背中もあったかい。どうなんですかね、今あったかいです。とりあえず全体が自社ブランドのあなんですよ。ちょっとちっちゃいんですけど。なるほどね。モコモコアクセル、モコモコ可愛いですよね。今日全身真っ白コーデ意識しました。うん、で実は中も白、うん、トミーフィルフィラーの白のセーターと、これが、かわいいねそれ。ピンね。はい、かわいいですよね、うん、このちょっと段になってるのがかわいくて買っちゃいました、うん、でこれはこれもアクセルですね。レディースの。あ、なんかかわいいな。はい、ここにちょっと白白で、これ単に AG って書いてあるの。そうです、アクセルゴルフ。アクセルゴルフのレディースの方がちっちゃい小文字の A で
で、普通のアクセルがこっちですね。あのメンズ用がこっちの大文字のアクセルになってます。あ、バイザーも、あ、これもです。これも最近発売したので、最近といってももう流すのはもうちょっと後になりますね、うん、これ後ろが可愛くて、あ、かわいいかわいい、リボンになってるんですよ、うんうん、このサテンのリボンがすごい上品で気にお気に入りです、うん、これも自社ブランドのアクセル。本当だですね、分かんなかった最初、うん、結構ここちょっとあの開発というか、まあ、デザイン考案するときに私も意見出して、そうなんですよ、ここをちょっと幅広めに、最近流行りの韓国のいいっていうよね、はい、ゴルフされてる方が結構ここ長めのをつけてらっしゃって、まあ、日焼けもしないし、結構頭皮とか日焼けするじゃないですか、うんうんうん、それもちょっと長いので意味ないもんね、あの短いの。あ、そうなんですよでもバイザーしたいよね、はい、そう、バイザーの方がちょっと可愛いんで、うんうんうん、なんでこれもいいし、まあ、リボンもサテンで可愛いし、うんうん、ちょっとリボンもちょっと長めに作ってるんですよここ。へー、はい、でもそういうのにあれはね、参加してこう反映してくれるっていいっすねそうですね、結構あの上の方も意見聞いてくださる職場なんで、また新しい商品も作っていくんで、よかったら今あの全国で販売してます、うんうんうん、これ黒もあるんで、ちょっとよかったら見に来てくださいはい、はい、ペア紹介完了あれだよね、オンラインもあるもんね。あ、そうなんです、ね、そうなんですよ。まずはオンラインで見てもらうのが例えばいいよね。そうですね、最近、まあ、最近というかまあ半年前ぐらいですね、リエートっていう、うん、そのレディース専用のゴルフオンラインサイト立ち上げて、それにも女性ものばっかあるってこと。あ、そうですそうです、もう専用なので、もうレディースの方がお買い物しやすいようなサイトを立ち上げて、それにもまた携わらせていただいたんですけどめちゃくちゃいろいろやってるね。はい、なんか色変わったんだけど、ボールの何ですかね、その今までずっと白でしたよね、はい、まさかまさかここでカラーボール投入です。あ、丸つけたいですねはい、ちゃんとカラーボールでいきます、はい、でもこっからだったらバンカー越える気もしますね、うん、なんで若干でもあんまり左に行くと OB もあるので、バンカーの上若干右行くようなイメージで。なんで、うん、なんでまあ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 、なんでまあまあ行きましょう。なんであるあるある、あそこのカートで105だったんですけど、まあ、若干、まあ、ラフもあるし手前から攻めていきたいと思います。あ、ねえ、なんでもうまあ短いながらも戦略性のあるホールですねもうやばい距離が出ない方でも上級者でも楽しめるホールになっております。そうですね、まあ、楽しめるホールにはなってるんですけどちょっとフェース開ちょっと普通にしとけばスクエアに構えとけばよかったさっき閉じるとか言って閉じたら思いっきり閉じました、うん、あ何なんだまあさっきバンカーちゃんと出たので、うん、今日はもしかしたらうまくいく日かもしれない。ちょっとこれ無理結果オーライ。ナイスアウトです。お、結果オーライ、めっちゃ結果オーライかもしれない。え、これ落ちる、落ちる、傾斜通り落ちる。え、どうした。え、ちょっと待って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 、ストップ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 、戻ってきたぞ、あれすごいね、なにこれちょっとまあ砂がね、まあまあ、出りゃいいじゃん。
まあ、データがいいんですけどなんせ私あのバンカー苦手なんで、うん、じゃあ OK です。めっちゃいい夕日ですね。綺麗、めっちゃ綺麗。晴れましたね。さっきまでちょっと曇ってたけど。ちょっと弱い。OK です。何ありがとうございます。ただ悔いの残る、悔いの残るバンカーショット、ナイスショット出したい。うん、ナイスショット。今日一番あれでもどうなんだろう、ドライバーは1回出た、うん、けどいいとこ見せなきゃね。いいところ今日1回もないんですけど、どうしたらいいですかはあサムネ用の写真撮影やりました。丸ホール紹介しました。丸おう、でカラーボール、カラーボール使用しました。ウェア紹介しました。でイケポちゃんも今日してないし、あイケ声 あったか、え近っ近っ、え近いじゃんこれ、近い。パー3、パー3です。100ヤード、うん、100。いやこれワンオンしたいですね。バンカー絶対入れずに、もうバンカー入れたら終わっちゃうんで、えここは真剣にやんないといけない。まあこれはもうピン狙うしかないですね。いけるからまあ頑張ります。おいいんじゃない。いや良かったよ、すごい良かった。なんでそんなショートしたなんでなんで、ちょっとちょっとこれショック。えめっちゃいい友でしたよね今泣いてます。おったまげたっぴーって言ってる今多分美容師上がっちゃってるもうなんでもうせっかくナイスショットしたのにまさかのショートですか結構イメージ出てたけどね。え結構めちゃくちゃ良かったですよね、うん、これはこれはちゃんとちゃんとやんないと、ちょっとこれだけはここは外したくない。はい頑張ります。あまあこういうこともあるよね、うん、気持ちがね入っちゃいましたね。今入っちゃいましたね。やっぱりちょっと左に行きがち、下りなんでちょっと弱めに、弱すぎたかな。おっ、いけ、あーOKOK やったー、OK、入りそうだったのにちょっと入ったと思いました。思った、思いました。入ってほしかった、私も入ってほしかったです入ってほしかったワンパットえ、ワンパット結果ボギー、はい、あれコースがね、変わるんだよね。はい789なります。後半は789番ホールでやりたいと思うんで、はい、ちょっと移動してから、はい、もろもろやりたいと思います。はい、お願いします。え、なんかさ、大学の時さ、全然話変わっちゃうんだけどさ、はい、なんだっけ、ダンスもやった。あ、ダンスやってました。あの、ちゃんと部活でやってたんですよ。いろんなジャンルのダンスやってて、へー、もともとあの、バレエちっちゃい頃から踊る方。あ、そうですそうです。今ダンスの話じゃないですか一応聞いた結構それ長く続けてて、まあ、今もバレエやってるんですけど、そうなんですよ。もうで茶道もやってたんでしょ。あ、そうです、茶道もやって3つ兼務してたんですけど、
あれ佐藤はさ苦いじゃん苦いですね何がいいのね何がいいのすごい今あれかなまずいこと言ったただお抹茶を飲むだけだと、うんうんまあ、苦く感じられる方もいらっしゃると思うんですけどあのお菓子一緒に先にお菓子をいただくんですねあそうなんだそうですあの練り切りっていうその、うんまあ、茶道の、うんまあ、お菓子があるんですけど、うんうんまあ、いろいろまあ季節によって、うんまあ、お花の種類だったり変えたり、うんまあ、そのなんか季節物をモチーフにしたお菓子をいただいてでその後にお抹茶苦いお抹茶を、まあ、苦いって言っても結構いいお抹茶だと全然苦味はなくてむしろ甘いぐらい甘く感じるぐらいなんですけど、うん、を飲むんですよ確かに甘いもの食べた後のお茶は、まあ、普通のお茶も別にそこまで苦味感じないから、はい、なるほどね、そうなのかえ、はい、じゃあ今でもできもう作法とか覚えてできるんだ覚えてますねあすごいね、それはすごいね実は私、ねうんはい、なんだ実は私ない小2から茶道やってるんです茶道の先生もできるんですよ実は資格持っててすごくないですかちょっと私お茶立てるの得意なんでぜひ習いに来ていただけるといや お茶し教室お茶出してくれるみたいですいやいやじゃあそんな感じで着いたんで、はい、ありがとうございますありがとうございます